ました、ゆういちです。ということでですね、今回はですね、僕がやりたかったこれ時期もんですね。皆さん、この時期になると食べたくなるあの食材何だと思いますか？それはね、うなぎですね。土用丑の日も近づいてますね。うなぎでもね、うなぎってね、これ諸説あるんですけども、別々に瀕してるんです、うなぎたち。で、僕はこれをどけがせんといかんということでですね、うなぎよりうまいかば焼きを考えました。名付けて豚のかば焼きです。豚のが馬に決まってるだろうと。なぜなら肉だから、肉食男子なので。ね、土用丑の日っていうのはうがつく食べ物を食べるっていう日なんですけども、いいの、うがつくって言って別にみんなウコン食べないでしょ、ウサギ食べないでしょ、皆さんいいんですよ、かば焼き食べないですよ、皆さん。うなぎを救いたい、僕はうなぎを焼いていきます。うなぎじゃねえ、豚肉を焼いていきます。リュウジのバズレシピ。今回はですね、僕の料理の中では時間がかかります。そんなに難しいことはしないんですけども、豚バラ肉、ほぼこれだけ。豚バラ肉の選び方なんですけども、赤身と白身のね、あの脂身のバランスのいいのを選んでください。大体ね、これぐらい、赤身6の白身4ぐらいが理想的かなっていうふうに思います。あんまり脂肪ばっかりだと美味しくないし、あんまり赤身ばっかりでも柔らかくないしってなっちゃうんで、これをですね、沸騰したお湯に沈めます。はい、まあ、茹でるんですね。この状態でですね、蓋していただいていいんで、弱火でですね1時間半煮込んで、この豚肉ちゃんを柔らかくトロットロにしていきます。そのタレを今から作っていきますんで、この小さめのフライパン、まあ鍋でもいいんですけども、これを用意してください。調味料を入れていくんですね。まず火かけないで大丈夫ですね。今再現火かけないで大丈夫です。醤油大さじ3杯、大さじ3杯、みりんが小さじ2ですね。まあ大さじ1の3分の2ぐらいなんで、多分これぐらいでしょうね。で、酒も小さじ2ですね。多分これぐらいですね、はい、お砂糖が小さじ4、小さじ1、2、3、4、味の素を3振りね、これね。そしたら火をかけてぐるぐる煮詰めていきます。ぐるぐる、ぐるぐるで、回してるだけでね、砂糖溶けてくるんでね。今強火でやってますけど、シュワシュワってなってきたんで、ちょっと弱めていいですよ。ちょっとね、硬くなるまでやっていくんですね。そうそうそう、そうするとこうやって、ね、一直線でね、線が引けるような粘土になってくるんですね。そしたら火止めていく、はい、このぐらいですよ、皆さん。とろみがつきましたね。こうしたらかば焼きのタレは完成でございます。豚が茹で上がりました。1時間半ぐらい煮ましたね。で、これホロホロになってます。こんな感じですよ、皆さん。これ煮たスープは出汁が出ているので、中華スープとか使ってください。豚の香りと味が出ているので、すごく美味しいと思います。まあまあまあ半々ぐらいに切りますね。少し厚切りなんですけども、これを、ね、3等分にしていきます。ちょっと刺してね、スッと入っていくんですね。これです、このトロプルのこの豚。これをかば焼きにするんですけど、ある方は魚グリルで大丈夫です。もしない方はちょっと上から火を当てた方がいいので、オーブントースターとかでもできます。で、これはですね、さっき作ったね、塗りがね、できます。今家でさ、ちゃんと本舗初公開、僕のメインキッチンですね。まあ、さっき煮詰めたこのタレですね、ここ並べた豚に塗っていきます。こんな感じですね、色出てますね。で、これなんで火をこれ以上通すかっていうと、香ばしさをつけたいからなんですね。かけがなかったらスプーンとかで塗りたくっても全然平気ですよ。そうしましたら、この状態で中火ぐらいですかね、香ばしく焼き上げていきます。ごめんなさい、さっき中火やってたんですけど強火でやりました。その方がいい色がつくんで。で、こんぐらい、まあちょっとね、ちょっと焦げ目ついてますね、はい。で、これをですね、またひっくり返して、で、またタレを塗っていく、この濃厚なタレをね。で、これを繰り返してタレがなくなったら完成です。で、また焼いていきます。ほら、どうですか、皆さん、これが豚の皮焼きです。これをご飯に盛り付けていきますよ。こうだから、こう、もう一枚いっちゃっていいですか。ちょっと、あ、いいですね。このちょっとね、照りが足んないので、追いだれをしていきます。あー、うまそうだな。僕のおすすめは、これはね、お好みなんですよ。山椒、やっぱね、辛
蒲焼きといえば山椒です。でもね、これ豚の蒲焼きにも非常に合うんですよ。パラパラと。どうしましたか、豚の蒲焼きと完成でございます。それではできましたのでいただきたいと思います。いただきます。このね、豚の蒲焼き僕大好物なんですよ。これビールじゃない？じゃあすいません、ちょっとね、いただきます。これだけはしてください。もうね、うなぎ食べなくていいです。ほんとにありえないほどうまい。これね、良質な豚の脂が加えられたこの豚の蒲焼き、これうまいです。ちょっと待って、僕ちょっともう酒の飲みすぎで地上波の仕事がなくなったら蒲焼き屋やります。豚の蒲焼き屋、マジでうまい。正直ね、これね、時間かかるんですよ。賞味ね、2時間もかかってます。でもですね、苦労が報われるほどうまい。これはうまいわ。まあ、今回ちょっと見栄えの関係で大盛りで盛っちゃったんですけども、3切れ3切れでさっきの 400g の方はで2人分は取れますんでね。でそういう時にね、タレなんですけども、もうちょっと煮てもいいかもしれない。だからタレが 1.5 倍ぐらい、それで2人分かな。タレ結構あった方が個人的にうまいと思うんで、今回丼にしたんですけども、単品でも恐ろしいぐらいうまい。自分で作るの面倒くさいから、これ専門店出してほしい。僕プロデュースやるんで、やりたい方連絡してください。そしたら連絡しすぎくるわ。皆さんね、豚の蒲焼き重食べたことない人って絶対食べた方がいいです。確かに時間はかかるんですけど、コストそんなかかってないです。豚肉とご飯だけだから。これね、ぜひやってください。土用丑の日はもう、豚の蒲焼きしましょう、皆さん。めちゃめちゃうまいのね。皆さん、絶滅寸前のうなぎより、豚、蒲焼きにして食べましょう。ということで、今回の、僕たちの料理どうだったでしょうか。今回も明日から使えるものばかりでした。なのでぜひ皆さん、なので皆さんぜひ一緒にやってみてください。